はい、あの怪獣ですよ、ね、私は怪獣あのゾキナですよ。というわけで、あれですよ、あのジェムストーンなんすか、クリエイター発掘オーディションジェムストーンというのがね、あるというか今 なされているんですけど、あのそれのあれですよ、それに田中安全プロレス総帥田中守が応募してですね、なんと第一次審査突破ですよ。万歳万歳万歳。見ていく。というわけで、あれですよ。どっかのタイミングで来ると思ってないけど。え、今収録中なの。え、じゃあ進めますよ。はい、というわけで、ね、うるさいんやけど、じゃあ10分で終わる、10分で終わるから大丈夫や、はい、聞こえてんすか、ね、聞こえてない、聞こえてない、聞こえてんすか、大丈夫やで、このくらい声を張らんと、聞こえてるで、下に、いや下は聞こえてるし、下は誰もいいんがな下は誰もいいんがな、ちょっと隣聞こえてる、いや隣は絶対聞こえてないというわけで続けますよ、はい、というわけで、ジェムストーン、ジェムストーンというのは何かというとですね、東宝とアルファボートというところがなんかこう、協力というかコラボレーションがよく分かんないんですけど、人材発掘オーディションプロジェクトというのをされておられてですね、で、まあ、さまざまな人材才能の原石、ね、いわゆるジェムストーンを発掘するために、ね、映像とか音楽とか、ね、なんすかデザインですか、そういうクリエイターを発掘しようということで、ね、コンテストをするということで、それの第1回目なんですけど、第1回目はの作品の、まあ、テーマはゴジラでですね、まあ、ゴジラからインスパイアされた、映像作品とか音楽とかを応募してねということで、ね、まあ、2月28日は締め切りだったんですけど、まあ、応募しましたよ。というわけで、ね、田中安全プロレス総帥田中守が作ったニューゴジラ、ね、ニューゴジラの方、ね、第一次審査通りましたよ、ね、で第一次審査通った映像作品というのが、まあ、全部で65本あってですね、YouTube で公開されてます、ね、昨日から、ね、65本、ね、どうなんですかね、もしかしたら応募されてきたやつが全部第一審査通ってるとかなんですかね、まあ、よくわかんないですけどいやでもそれでもですね、まあ、よくぞ通ったと思いましたよ。特に他の、ね、作品群を見て本当にクオリティの高いものばかりで、よくぞその中で65本のうちの一つに選ばれたということで非常に光栄ですよね。というわけ でその65本を YouTube で公開されたんですけど、何作品かすごく気になってるやつがあってですね、気になってるというかですね、思いっきり知ってる人やんけが監督してるやんけみたいなのがあってですね、一つがですね、山下監督、
山下なんていう山下武明監督ですかね、あのあれですよ、あの自主会場映画選手権で、あの UMBF というあのなんすか、超大作を作った監督がね出品されてるじゃないですか。なんかいや私が第一次審査通ったぞわーいとか言ったら早速コメントつけていただいたんで。でいただいたので私もこうね調子こいてコメント返すとかしてたらよく見たら山下監督も出されてるじゃないですかね。でその山下監督の作品はなんかタイトルがちょっとよく分かんなかったんですけど、あれですよね、こうあれですよ、ゴジラ細胞がどうたらこうたらみたいなやつですので、もう皆さん見てくださいよこれね。はい、それとあと島崎さんも出されてるじゃないですか。ね、島崎さんは誰かというとあれですよ、全国自主会場映画選手権のね、メインスタッフであり、SF ビジュアル専門誌宇宙船のライターさんであり、あとなんすか特撮メイキングのといえばもう島崎さん、ここにありというあれで島崎さんですよ。島崎さんがなんかこう5時版というね、これ見ましたけど、もうプロの技ですよこれ、どう見てもね。ね、はい、それとですね、あと岐阜ゴジラね、岐阜ゴジラね、これっていうか岐阜ゴジラなんですけど、岐阜市で撮影されたね、ゴジラなんですけど、これこそがまさにもう私がジェムストーンを知るきっかけになった作品ですよ。っていうかこの岐阜ゴジラのツイッターかフェイスブックのページでですね、私たまたま見つけて、なんかエキストラをね募集しますということで。あったんで、まあ、近くだからこれすごいな、こんなんやるんだと思って私行こうかなと思ってたんですよ。まあ結果ちょっと用事があって行けなかったんですけど、でこの時に私は岐阜ゴジラがその東宝と何かコラボレーションをしてジェムストーンということでやっているのかなと思ったら、よく見たらジェムストーンに応募する作品をで岐阜ゴジラというのを作るからみんな協力してねという記事だったんですよ。でそれでなんだそのジェムストーンはというのはということで調べたら、なんとゴジラの映像作品を募集しているというのを知ってですね、それで応募したというあれなんですよね。ですのでね、こう岐阜ゴジラのおかげで、ね、まあ、応募できたようなもんですよ私はね。それとですね、あともう一つ作品ね、ゴジラ対レキオという中島監督が取られた、中島ちょっと名前がちょっと漢字が読めなくて申し訳ないですけど、これはですね、もうド直球のもうね、ゴジラ映画で展開してるかと思いきやね、なんか謎の巨大ヒーローが出てくるというですね、これなんですけど、これあれですね、この人この人というかこの方大昔から自主特撮を撮られて、あとそれもプロにもなられてる方じゃないですかこの人ね。この方がもう30年ぐらい前に、いやもっと前かもしれないですけど、なんか自主制作のイナズマンとかね、キカイダーとか私ビデオ買いましたよ。でこね、というわけで、まあこの、まあ、4作品ですかね、なんですけど、まあなんせか65作品あるんですけど、ちょっとまだ私も見切れてない状態なんですね、本当にね、いろいろちょっと用事もあってね、見切れてない状態ですので、ちょっとまあ見ていってですね、おいおい、またあれですよ、なんかこう気になる作品があったらこの動画で紹介していきたいと思いますよ。っていうかね、ね、あれですよ、まあとりあえずね、ジェームストーンのホームページといいますか YouTube チャンネルがありますので、まあリンクの方も貼って、映像のリンクの方も貼っておきますのでね、ぜひニューゴジラねご覧になってください。というわけで以上ですよ。